皆さんこんにちは Level at English No.4 へようこそ今日はですね皆さんに自分を知っていただきます、えー、自分のどういった部分を知っていただくかというとですね自分の強みを考えていただきたいと思いますこれが今日のテーマですねで内容に入る前にですね、えー、これからの進め方をここでもう一度ざっくりと説明しておきたいと思いますこれはね基本的に6ヶ月のコースですねで6ヶ月の間に何を皆さんに 極めていただくかというと、ですねこれはですね3つの側面なんですね。まず最初はですね自分自身とは誰か、うん、Who am I ですね、あるいは自分の強みは何か、今日やるテーマもその1つですね。それから自分の人生全体について考えていただきます。でそしてそれを英語で表現していただくことによって、まず自分と自分の人生に対,人生に対する理解を深めていきたいと思っています。それからですね えー、次はですね、皆さんのお仕事ですね、お仕事に関すること、それから皆さんのキャリアディベロップメントに関することをですね、深く考えていただいて、それを英語で表現していく。そして、さらにですね、残りの時間、そこからまあちょっとオーバーラップしますけれども、途中からですね、えー、自分、それから仕事って広がってきましたよね、まあ、自分、それから会社って広がってきました。さらにそこから一歩振るめて、広めてですね、社会全体ですね、えー 他の言葉で言うともうワールドですね。皆さんの住んでいるこの世界。うん。これはですね、あの、いろんな、えー、新聞とかね、時事英語を使っていきます。ニューヨークタイムズを読んだりとか、この人を読んだりとかですね、えー、CNN、こういったニュースを読んで、皆さん、その読む力も養っていただきますし、それからそれを消化してですね、発表する、自分の意見を言う。うん、でその大きな世界の変化の中で、 自分の人生とか自分のキャリアはね、どのように発展していくべきなのかということを考えていただきます。イメージで言うとね、一番最初に自分から始めます。My life and myself ですね。そこから始めて、そこから広げていきます。My work, my company, my career っていう広げていきます。さらにそこから広げていって、My world, my success っていう形でね広げていきたいと思いますで。最終的にそれを突破してですね、My dream. ブレイクスルーですね。ドリームに達するブレイクスルー、うん。これを目指していきたいというふうに思っております。よろしいですかで今日はね、このマイセルフですね。マイセルフ、えー、それからマイライフについてですね、一つ重要なことを極めていきたいと思います。それですね、うん。What is your strength? ですね。自分の強みは何か。これを今日皆さんちょっと深く考えていただいて、それを英語で表現するところまでいきたいと思います。はいなぜかというとね、この皆さんが 強みを知る。意外にねこれ皆さん知らない人多いんですよ言われてみて初めてねえ私そんなとこないと思ってたけど本当みたいにねいや本当ですあの自分の強みってね把握してない人すっごい実は多いんですよねいやそういう私もそうでした私もね、えー、小学校の時にある先生に出会わなかったら自分の強みっていうのはね分かりませんでしたまあ数学の先生でしたけどね数学,が数学が非常に苦手だったんですけれども その先生塾の先生でしたけどね佐野先生っていう先生ですいまだに覚えてますなんかねあのー、簡単な問題からこう始めるんですよねで,できるとすっごい褒めてくれてで「君優秀だね」とかね「君ってやっぱり数学の才能があるね」って真顔で言うんですよでまあ自分は子供でしたからね、えー、そうかな最初思ったんだけど何回も何回も言われるうちにね「えー、自分って本当にそういう才能があるのかもしれない」と思い始めて 数学がすごい好きになっちゃったんです。まあ、英語もそうですけどね、はい。ということで何を言いたいかというとです、ね、自分の強みを知るということでそれがです、ね、皆さんの人生をこう爆上げしていく、うん、そういうことにつながってくるんです。いいですか、はい、これがあの人生の循環でしたよね。人生、仕事、夢これを英語にリンクして、えー、こうポジティブな気持ちでプレゼンをしていくとです、ね、上がっていく。 で、強みを知るっていうのは、それを、それをですね、一気にガーってこう、上昇気流に乗せてくれるみたいな、そういった力があるんですよね。はい。いいですかじゃあ、強みって何ってことをき考えてみましょう。強みはね、もう簡単です。それは何かというと、皆さんにとって、皆さんがね、にとって得意なことです。好きなところ、好きなこと。これが重なる部分、部分ですよ。どうですか皆さん、自分が好きなことをちょっと考えてみてください。いろいろありますよね。で、そのうちの、 得意なこと、うん、それを考えてみてみいたただきたいんですいいですか今日はこれをね徹底的にね深めていきましょうお自分の強みは何かいいですか具体的には好きなことですね得意なこと簡単にできてしまうこと人から教えてって言われるようなことですねこれちょっと考えてみてくださいいいですかこれをですねやっていきましょう強みをするとなぜいいのかですねさっき言いましたこのの自分の この上昇スパイラルを一気に上げていく、うん、文字通りね皆さん強みというのは皆さんの人生の幸せのため人生の成功のための何でしょうか言い換えるとまさにレバレバッジなんですいいですすいいか、えー、この図何回も出してますよね今までこの下の石のところはああの英語でしたけどね、えー、皆さんの強みってことを考えてください 皆さんの強みがあればねでそこにフォーカスしていけば自分の人生ビジネスの成功ですね夢の実現これ一気に加速しますどうしてですかなんでこの強みを見極めてそこにフォーカスしていけば一気に加速していくんでしょうかなぜだと思いますかそれはねそれはなぜかというと強みというものはあ自分の好きなことっていうのは 一番自分にととってて、ね、努力しななくてもいいことなんですよねもう自然にできちゃうから自然にうまくできちゃうでしょで周りの人はえー、すごいねって感心してくれることですよねで意識してそんなに努力しなくてもある意味簡単にやってすごい結果出ちゃうんですよだからてこなんですよねいいですか最小の努力で最大の結果が出せるこれが皆さんの強みなんです ね、もちろん、その強みがそのまま仕事につながらなかったりとかね、ありますよ、それはね。でもそれはちょっとこれからあの考えていきましょう。まず自分の強みは何かということをね、考えていただきたいんです。いいですかでもう今日はね、いきなりここから課題です。皆さん、皆さんが好きで得意なことは何でしょうかねそれで、えー、それは何かをですね、具体的にちょっと説明してみてください。いいですかで、2番目はね、ちょっと考えてみましょう。 何気なくね、好きなことをやってると思いますけど、なぜそれが好きなのかね、なぜそれが得意なのか、うん、えー、それをやってる場面をちょっと思い浮かべてください、具体的にね。で、その時に、あの自分の感じてる感情ですよね、えー。どういう感じを感じてるのかとかね、いうことも含めながらね、楽しさとかね、嬉しさとかね、そういうことです。うん。で、えー、自分の性格を振り返ってみると、 こういう性格だからとかね、あるいはこういう価値観だからそれが得意なんだと。うんえー、好きで得意なんだっていうふうにちょっと説明をしてみましょう。いいですかこの何気なく感じていることを言葉にする。これがミソです。いいですかでそれをしかも英語でやると、英語っていうのはね、えー、前回、前々回から言ってきてますけれども、すごくね、クリアに表現しなきゃいけないんです。なんとなくっていうのはね、英語では通用しません。だからそれを英語で言うことによって、 なぜそういうふうに感じるのか、なぜそれが強みなのかということを本当にね、こう手でつかむように把握っていますよね。把握する。つかむことになるんです。そうすると、それをつかんでしまえばですよ。それを自分の武器として使っていくことができるんです。何気なく分かっているレベルではね、本当にそれあの、レバレッジが効いてないんですね。いや、レバレッジって皆さん、いろんな場面で私今レバレッジ使ってますけど、このレバレッジが全てなんですよ。人生は。 80-20の法則って聞いたことありますかえええー、そのですね、成功の80%は20%のことにフォーカスすればいいんだってことなんです。いいですかいろんなことにフォーカスしてもね、大きな成功を得られない。本当に自分の得意な20%にフォーカスすれば、成功は80%を得られるんです。それも、ね、一種のレバレッジですよね。あ、ちょっと話また飛んじゃいましたけどね。いいですかで、3番目としてですね、じゃあ、 そこで強みが分かりましたよね。そしたらその強みをね、えー、自分の現在の仕事、あるいは将来の新しい仕事に、どのように、えー、伸ばしていけるかということですねあの。現在の仕事の中で考えてもいいし、もしかして皆さんが転職を考えているんだったら、新しい仕事の中でそれを生かすためにはどういう仕事がいいかみたいなこともね考えていただきたいと思います。よろしいですかうん。それとね、英語も結びつけて考えてください。その自分の強みと、その英語をどうやって結びつけるかね。 これを考えていただきたいと思うんですよね。よろしいですかはい。この1,2,3,4の論点に従って、3分ぐらいでね、英語のスピーチを作っていただきたいんです。よろしいですかはい。まあ、こんなこと言われてもね、ちょっと皆さん、いきなり言われても、なかなかピンとこないかもしれませんので、えー、私自身がね、私のサンプルを使って、えー、スピーチをしてみたいと思いますね。いいですかこの順番でいきます。まず1が、えー、私の本当に好きなことは、得意なことはですね、teaching public speaking です。 まあ、あのプレゼンを教えることですね。まあ、特に英語で教えることがあの得意なんです。それで、えー、なぜね、私はこれが好きかということをですね、ちょっと主な論点だけ書いてみました。いいですか ?I love to teach presentation skills in English because I feel I'm helping many people build their confidence ですねあの。なぜ好きかというとね、そうすることによって多くの人のこう自信を を培う自信を、ね、持ってもらうことを助けているって感じがね本当するんですね。I believe that most important factor to have happy and successful life is to have confidence. 私の中で信じていることはですね、幸せで成功する人生に一,一番必要なものは confidence だと思います。自信だと思います。はい、I believe mastering English presentation skills is the most effective way to Create confidence in your life. For example. って感じね。これ続けていきたいと思います。いいですね。うん。私の中で思っているのは、その自信ということが一番大事なんですけど、その自信を培う一番いい方法の一つとして、この英語のプレゼンをマスターするっていうことがあるんですね。それは私自身がね経験したことなんです。いいですね。それからあの三番目、これからの仕事、今の仕事ですね。えー、どういう,ふうに応用していくか。うん。 えー、I will keep doing this in Japanese and English ですね。もちろん日本語と英語でやっていきます。それから、えー、さらにね、この levelage、えー、English というコンセプトを使って、英語を学ぶことは、イコール人生を変えることなんだと。こういうコンセプトの前面に打ち出してね、どんどんやっていきたいと思います。それからあの、英語とどういうふうに結びつけるかっていうのは4番目でしたけど、私の場合、常にこれ、英語の内容で話しているので、これ4番目はですね、チャイニーズでも展開していきたいと思います。 オーシャン開始、じゃあチェンがネロンシーヨン,ハンユー、うん、あの中国語もね相当のレベルまで今来てますんで、これをねあの中国語でやっていきたいと思うんです。よねよろしいですかはい、それじゃあ、ね、ちょっと私が今の内容ね英語で3分以内でちょっとやってみたいと思いますので、ちょっとサンプルとしてねあの参考にしていただきたいと思うんです。よね OK、Ladies and Gentlemen, my most favorite thing to do in my life is teaching Public speaking, especially presentation skills in English. For the past nearly 30 years, I've been teaching this skill, English presentation skills, to over 30,000 participants. Okay? So I have lots of experience in, in this field. This is a picture when I was a little younger, <laughs> teaching presentation skills to Japanese uh, uh, people japanese clients okay and each time not only uh, english level uh, my participants have been increasing uh, improving so much you know their english uh, presentation skill improved so much during my uh, training but not only that i have witnessed something very interesting now let me talk about it okay what happened was interesting thing was when when i start the training program they look kind of you know depressed and sad, you know. First of all, you know they are too busy and they think, why should I come to this training? Can I learn something valuable? Right. So at least in the beginning they feel kind of pessimistic. But as uh, training starts to, uh, in the middle of the training, their facial expression brightens up. Why? Because uh, you know I encourage them to participate. My training is not a lecture. Everybody actively participate and trying out english presentation skills i'm teaching they start enjoying it very much okay and uh, towards the end of the uh, my training everybody says hey kenny thank you very much i never enjoyed the training this much and i never learned english presentation in the past and now i know making presentation in english is such a fun such a liberating experience. I feel very optimistic. Okay, so I realized teaching presentation skills in English not only improves my participants' English level, but it can transform their life, transform their personality. Everybody becomes very optimistic and very positive. I told you, right, in my previous sessions, English has a unique. Kotodama, unique OS, which 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 liberates your mind to become more positive, more optimistic, and uh, in the intellectual side, it can make you very logical. Okay, and I realized mastering English presentation skills is not just improving your language, English, but in mastering English presentation skills is encouraging everybody to get out of the comfort zone and step ahead step into the the uh, straight zone by doing that they can really start living their lives you know this is experience that's why you know I can't stop teaching my course and that's why I created this course okay and many of my participants say after the my course, my training. They say, "Hey, you know, my mind is very positive now. I feel very optimistic now. I feel very positive. I think I'm going to take risk, new risk. Okay, that's what happens in their mind, not only their heart. They say, now I can think very clearly and logically, right? So they can make clear decisions, quick decisions, logically successful decisions. So what, ha what happened after that? As many of my uh, participants. Got promoted. Some of them became, uh, you know, the head of the New York office, Singapore office, Shanghai office, because they can improve their English presentation skills, and not only English, but also they improve their confidence, right? And clarity, confidence, and many of them having uh, got promoted, and that's why I love my course, okay, and that's why I want to keep doing this course. How can I? Improve this. I'm going to improve my course, uh, connecting that the life-changing, uh, life-changing and improving English. They, they are together, all right. So that's my concept. And uh, in the near future, I'm going to start this course in Chinese too. Well, Shanghai in China. I in Shanghai, I this in Chinese already have a company future. teach the so to want はい、こんな感じでやらせていただきました。すみません、ちょっと5分くらいになっちゃいましたけどね。皆さんもこんな感じでやってみていただきたいんです。もう一回言いますよ。課題ですね。あなたが好きなこと、得意なこと、これがイコール皆さんの強みです。それをですね、何か具体的に説明してください。2番目、なぜそれがね、皆さん得意で好きなのかということを 具体例を交えながらね説明してください。私の場合で言うと、自分が教えてきた時の体験ですね、参加者がどん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 明るくなっていくのを見て、えー、得意だなと思った。それから、なんかこう、助けてあげられるって気がしたんですよね、自信を持つことをね。だから私は好きになりました。それから、あ新しい仕事、それですね、えー、さっき言いましたが、こうえー、レバレッジングルスというコンセプトで発展させていきたい。それから最後に、中国語にも結びつけてやっていきたいっていう感じでやらせていただきましたね。 はい、皆さんもこのフォーマットに従ってです、ね、ぜひ皆さん3分以内の英語のプレゼンテーションを準備して次のズームに参加してきていただきたいと思います。はい、今日はです、ね、短い目ですけどここで終わりにしたいと思います。まずです、ね、今日の内容を簡単に振り返ってみましょう。この6ヶ月のです、ね、ロードマップを示しました皆さんいいですかで順番としてはまず自分次に仕事それから世界というふうに広めていきますよというふうにやってきましたね。 それから今日の一番大きなテーマは強みは何かということを皆さんに考えていただきました好きで得意なことですいいですねで、そうすることが皆さんの人生全般これを一気に加速していくてこの役割になるとなぜならば好きなことは最小の努力で最大の結果を出せるからなんですね文字通りレバレッジになりますはい。で、それについて皆さんに英語でスピーチをして準備していただくということでやってきたわけですねはい。それではですねいつものように えー、インスピレーション for today で、えー、締めていきたいと思います今日のテーマはね、えー、強みに関することですね、えー、それに対して彼の有名なこのピーター・ドラッカーですね経営の神様と呼ばれているピーター・ドラッカー彼がね言ってる言葉がありますそれをご紹介して締めていきたいと思います You cannot build performance on weaknesses You can only build on strength ね、OK いきますね You cannot build performance on your ですねはいえー、自分のパフォーマンスというものは強みにフォーカスして初めて伸びていくんだということですね。弱みでは伸びていかないということですね。はい、こういうことです。ですから皆さん、今日ね、自分の強みということをよく考えていただきましたね。もうそこにフォーカスしていきましょう。えー、それがもう皆さん、一番自分の人生をね、えー、突破口を切り開いていく一番いい方法だと思います。ということですね。 Okay, everybody, thank you for listening to the end as usual. So I'm looking forward to seeing you in the leverage English number no. five. Until that time, live with passion.